さあ来ました。アウトスキーとチームデスマッチブラックスクワットで MP7 を使っていく。このマップは得意なんだよね。結構広めでね、ルート移動ルートもたくさんあって裏も取りやすいし、結構ねサブマシンガンの立ち回りもねしやすいマップなんで暴れていきましょう。さあまずはここを攻略する。さあ一人やっていく。おっと、もうすでに右に入られていたか。さあ突っ込んでいくぜ。まあ、ここだよね。最短ルートを通って、最短で敵を倒して、さあグレイがやってきた。上から降りていく。後ろから背中を打って。で、奥の敵を、なんとかハンドガンで倒す。さあ、わあ、もう一人いたか。まあ、オアも本当にね、最短ルート突っ切って、近距離でね。そんなにね、中距離ってここぐらいなんだよね。うわ、何人かいる。すごいきついな。第3はきつい。さあ、適当にグレーを投げて、下から降りようと思ったけど上でいいかな。さあ、味方が打ってるんで、パワーをしてあげる。さあ、横から入って、おっと、ちょっと待って。クソイムをしてしまった。ああ、ここカウント200か。長いんだよな。さあ、頭打って。もう一人。もう一人なんとか倒していくが、爆発していく。このね、チームデスマッチのグレネードあれ、ほんとカオスなんだよな。なんかあの、手榴弾だけならまだいいんだけど、この、スチーム版のアサルトライフルって全部にグレネードついてて、もうポン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 爆発してんだよね。なるべくね、グレネードなしの方が好きなんだけど、まあ、それは別に深いんでね、やりましょうか。基本最近クイックマッチで入ってるんでね。これ200ってことがあるか。これあれか。クイックマッチじゃねえな、それ。さあ、めっちゃ人がいるゲル。めっちゃ人がいるゲルってなんだよ。さあ、突っ込んで、上から撃っていく。おっと、隠れている。お、もう一人。背中。いいね、もう背中撃ちまくってますね、さっきから。サブマシンガンはね、背中を打つべきなんですかね。で、待機して、結構赤点が多いんで、ラインが上がってくるまであまり行きたくないが、後ろから撃たれ、まあ上からか。45対47でちょっとリードしているが、まだ気が抜けないね、これは。赤点が見えるんで、準備しておく。うわぁ、でもカバー入ってきたか、きついな。やっぱ MP7 はね、荒らしていかないと勝てないんだよね。なんか M4 みたいな、正面切って打ち合うっていうの、無理しなくていいんだよ。まあ、無理だよな、これ。これこそ無理だな。全然なんかダメージ与えれてる気がしない。飛ぶか。さあ、飛んで、横から打っていく。はい。よし、いいね。さあ、グレ投げて。お、なんだ、なんか、スナイパーの方に敵がたくさん映っているが。いや、やめとこう。よし、下、来た。倒してくれ。さあ、もう一人。三人目。リロードして、バックに入っていく。さあ、もう一人いけるか。いけない。あ、まだキル数これでも2位か。まずいな。基本キル数はね、1位取っていきたいんで、ガンガン攻めていきましょう。で、グレネード奥に投げて、さあ、下から見ようとするが、味方がすでにいる。ダメだ。スナイパー、放っておこう。赤点見える。で、カバーに入って、リロードしてると。もう一人いるね。さあ、もう一人。うーと思ったら二人いるよ。二人いけるか。うん、いけない。さあ、この角、曲がって、あー、グレネード投げたってことはいるね。さあ、もう一人いけるか。いけない。下から降りて、バレた。すでにバレている。
でもね、サブマシンガンのこの距離感が難しいっすね。なぜかヘッドショット。まあなんかぶっちゃけね、このぐらいの距離で出してるヘッドショットを狙って出してはいるんですけど、中距離で出てる、今みたいなね、ヘッドショットはね、ぶっちゃけそんな狙ってないっすね。たまたま当たるみたいな。もう今のは狙った。結構ね、散らばるんでね、レートも早いし、結構頭に当たってヘッド判定になることが多いんですよね。散らば、首とかね、胴を狙うんだよね、後半になると。最初は頭狙うんだけど、均等に散らばってくるんでね、頭狙うと半分ぐらい当たんないのよ。なんで、散らばっても当たるようにね、お腹、胸の上あたりを狙うんだけど、よくそれが頭に判定が入ってしまう。おっと、ちょっと、ガビってた。したらまだ2位か。スコアが高いな。きつい。この距離きつい。よし、シフトして。外から攻めていく。さあ、もう一人。いけないな。横から入っていこう。リロード挟んで、左見て。奥のスナイパーに狙撃されてしまう。現時点で102対132か。勝ってますね。130差つけてたら そう負けることはないと思うんだけど。気を引き締めて1位取っていきましょう。おっと、奥にいる。やばい。ああ、もうダメだ。よし、取り合って、もう一人。もう3人目がいけそうな気がするよ。無理か。ちょっと下がろうかな。うわ、青い。久しぶりだよ、青くてやられたの。グレ投げて赤点に向かって球を打ち込んでいく。奥、あ、いいね、もう一人見えた。やばっ、うわ、いけるか、いけない。さあ153対119で後半戦突入している。赤点がまあなんか結構こっほとんどこっちだな。マップの大半を青い点で埋め尽くしているんでね、かなり有利になっている。左かな、左から目の前に敵を倒して、さあ外回りから攻めていく。いない。さあいたぞ、一人。移動で挟んで左から見ていく。なかなか1位取れないですね。おっと、横グレネード投げてるけど、サムマシンガンの機動力を生かして。狙撃されたよここで。マジか。あ、サブマシンガンがね、あそこで狙撃されるのはダメなんですよ。行っちゃいけないとこに行ってやられてるから。お、味方のカバーがすごくいい。こっちから出よう。こっから出て、下から、攻めていきたい。さあ、一人二人。いいね。で、どこを見ている？君だ！よし。さあ、稼ぐぜ。こっから稼ごうと思ったけど、やられてしまった。あと12キル。3キルぐらいはしておきたい。いけるか。さあ、突っ込め。赤点が見えている。出てくるよ。出てくる。これで勝てる。なんとか勝てる。で、降りて、うお、あ、見えなかった。全然見えなかった。なんだあれ、迷彩じゃん、もう。ほうほう。いることに気がつかなかった。1キル。いけるか。きついかな、これは。さあ、突っ込めも。よし、あいつをやって、よし。とこめを刺して、勝ちですね。MP7 アウトスキーと。結構余裕を持って勝てましたね。さあ、スコアの方は結局2位かな今回は。お！ 1 位！ 1 位いけましたね。なんとか追い抜いて1位取ることができました。